また来ますからね、今度ゆっくりね。はいはい、暑くなりました。お城がすごい、ここからよく見えるの。桜の時にあれが白くなるしね、うん。ここはもう商業高校、商業高校、突き当たり向こうは津山工業高校、上に上がって津山高校。夢そのものはね、中学生になった頃に夢はね、建築家になりたかったっていうのがもうあったんですよ。で、建築をやるためにはね、もちろん学力も勉強もしなきゃいけないんですけど、そのスケッチもしなきゃいけないんですよ。で、そのスケッチをする勉強してるうちに、どうもその絵の方がどん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 熱が入っちゃって、で高校1年生になって津山高校にね、なんとかまあ頑張ってやっと入学できた状態ですけど、で入るは美術部に入る。でなぜかこうもう絵をやっぱ描いていきたいという、建築の夢もなくは捨てたんじゃないんだけども、ついついね、そうこうしてるうちに先輩の美術部になると、先輩がすごい可愛がってくれて、高校3年間はもう絵のことだけだった。で奈良現代美術館とか、あそこで田淵の絵は、あの人と、あの田淵と同期ですよ。今いるところはもう僕も高校時代にない建物ですね。すごいこう今立派になって、うん、でこちらにはちょうど100周年というのがあって、100周年の記念事業でいろんなその分野の人たちが母校に何かお手伝いすることができないかっていうので、作品の寄贈をしたのがたまたまここの本館の正面の入り口に展示してくださってるようで、ね、これを久しぶりに僕もオリジナルの見るのは、今は京都の大学で手伝うようになりましたが、東京での仕事が終わる直前、最後ぐらいの時のシリーズですね、うん、再生と崩壊中という、崩壊と再生という、その崩れたものはまた生き返る、生きたものがまたどっかで朽ちていくというような探し求めてた中の作品の一部分ですね、うん、綺麗に色もね、残ってるし、保存もよくしていただいてて安心しましたけど、久しぶりに見ましたね。この絵を制作するにあたってはね、今残念ながらもうお会いできなくなったんですけど、池田十宝さんつって、僕はもう中学高校生の頃やからで、頑張れ頑張れって言って、頑張んなさいってすごく応援してくださってた。津山の町がドーナツ現象で、もうこれどこの都市もそうだけど、町の真ん中には車が通れなくなって、逆にね、でそうすると郊外広がっていくようになっちゃう、そういう時期ですね。バブルがの時で、どんどん津山の町も大改造しなきゃいけないって言われる時、この池田さんたちが津山市の行政の皆さんとチームを作って、新しい津山の町をこうリニューアルかけようという、で商店街も大改造にかかってる時に、ここを自分たちもここを手に入れられて、大きな事務所でここを、ま、中心に、ここからいろんなものを発信させて、でこういうアートの作品もぜひ必要だろうというようなことで、皆さんに見ていただくためにも
木村の作品どうだっていうことになって、心にでかい作品を、だから壁のサイズも全部計算して、ちょうどこのシリーズこうやってる時に、あの1995年というと、そのね、阪神大震災が突然襲ってくるような、この作品のまたテーマがね、再生と崩壊っていうテーマだから、だからなんか、自分の作品の内容とそういうものとかこう重なってきて、ちょっと辛い時期でもありましたね。でそうこうしてって、この作品ができて展示かけて、ここに持ってきて展示かけるは、このオーナーの池田さんが残念ながら亡くなられたんですね。で結局 そういう状況で、まあ、この作品はその後ご家族と皆さんでここを大事に保護していただいてますけど、どこも傷んでませんし、逆に空間の中でしっくりね、落ち着いてくれてるなと思ってますけど、まあ元を正せば再生と崩壊、そのもっと自分のルーツはどこかって言ったら、法隆寺までまたたどり着いて行かざるを得ないようなね。